どうか村を救援してください。各地で民兵が孤立しているようです。早く助けなくては。敵は山賊ではなくどこかの軍隊のようです。なぜ村を襲うんでしょう。呼びやがったか。さっさと村を奪っちまうぞ。次は負けぬ。真田幸村、これにより。英雄様、来てくださって感謝します。ですが我らにもう勝ち目はありません。戦いに出た者たちは一人も帰ってこず、残った者も疲弊して戦う意欲もありません。闘志よ、この音燃えろ。門を閉じろ。略奪はこっそりゆっくりやりたいからな。敵が来た。隠れよう。でも見つかったらどうすれば。あの民、危険だ。助けに行かねば。ここなら誰の目も届かないな。お前たち始めるぜ。何を始める気だ。略奪に決まってるだろ。真面目に働くより何倍もいい思いができるからな。誰だお前。帝国軍精鋭分隊隊長有馬はじめだ。ああ、帝国だかなんだか知らねえが、見られた以上生かしてはおけねえ。でたとえどこにいようとも悪事を見過ごすことはできない。この
強いお方に助けられました。村を狙う賊はお一人で食い止めています。なんと、確かに敵の攻勢が弱まっている。英雄殿、どうかその方の援護を。ふざけやがって、やっちまえ。お前たちを賊ではないようだな。少し手伝ってくれ。知らぬ地とはいえ、民の危機は見過ごせない。お前たちの目的は民の救援だが、俺も力を貸そう。くそ、新手はなかなか手強いな。こちらも応援を呼ぶ。一時撤退するぞ。賊が仲間を呼びに行ったか。奴らが戻るまでに体勢を立て直そう。まだ早いぞ。わかりました。もう少し頑張ってみます。しっかりしろ。お前の務めを思い出せ。ここで諦めたら、村は。俺はまだやれるぞ。この感覚、精鋭分隊を率いていた時を思い出す。まあ俺の中はもっと頼りがいがあったかな。私は真田幸村と申します。あなたの戦ぶり、誠に鮮やかですね。真田、本当にあの真田幸村か。まさか伝説の武将に褒められる。さっさと片付けるぞ。急がないとあいつらが来ちゃう。
敵の大将か。大きな兵を率いているようだ。うまくいったようですね。この俺が不覚劣るとは。真田幸村、これにあり。素晴らしい武勇、思わず見とれてしまいます。てめえら何勝手に村を襲ってんだ。俺がしばき倒してやるから覚悟しろ。見つかっちまったよ。どうしよう。伝令、敵軍にも英雄が現れました。どうやら味方同士口論をしている模様。なるほど、何か事情があるのかもしれない。天下無双の強者なり。闘志よ、この音燃えろ。真田幸村、これにあり。金とこのやつだな。うちのアホブカどもが迷惑かけてすまねえ。こいつらすぐに連れ戻すからよ。お前らからも気を据えてくれねえか。人使いの荒い。劣るとは。申し訳ありませんでした。謝るくらいなら最初からやるなってんだ。帰ったらきつく灸を据えてやるぜ。お前たちには世話かけたな。奪った物資も村に返しといたから許してくれ。ああ、有馬殿、感謝する。いや、頼む。分かった。有馬殿。